はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修司です。はい、今日のテーマ、18歳から投資を始めたい。始める前に知ってほしいこと。ということでお話ししていきたいと思います。はい、2022年4月1日から成人年齢が20歳から18歳まで引き下げられましたということで、はい、まあ、これによってですね、2022年の4月1日にですね、18歳19歳の方は成人という形になりましたね。突然ね、はい、でまあ成人になるとできることが増えますよということですね、はい、逆に責任も増えるという形になりますが、親に同意なく契約ができるということで、契約一般が全てできるようになりますと、まあ例えば携帯電話を単独で契約をすることができたり、ローンを組んだり、またクレジットカードを作ったり、また部屋を借りたりとかですね、まあそういうようなことができるようになりますと。一方ですね、18歳になってもできないことっていうのもありますね。飲酒をするであったり、喫煙をする、また競馬競輪オートレースとか、まあそういう公的なギャンブルですね、もできないと。でここにね、加わるのが、まあ、我々、ね、みんなに投資してほしいっていうね、そういうチャンネルを応援しています。この18歳になったら単独で投資ができるようになります、そうですね、はいはい、実際ですね、まあ、18歳から投資ガンガン始めようぜっていうかなりの意識高い系かなりです、ね、の方は、まあ私たちのチャンネルはちょっとどうだろうな。まあ見てくれてるとすごい嬉しいですけどね。嬉しいですね。はい。ただまあ、違うんじゃないかなと思ったりもしますね。いや、まあ、正直ね、僕の自分の若い頃思うと、はい、まあ、投資をするとなれば、もうガンガンなんかもう稼いでいきたいみたいな。ああ、なるほどね。利回りバンバン上げていきたいみたいなことを思っていた気がします。未成年者講座では、FX 講座とか、先物講座とか、バイナリーオプションとか、まあそういった講座は開けないので、できないし、親御さんが管理されてると思うので、単独ではできないですよね。だけども、まあ18歳になって、まあ投資をしようという形で、まあいろいろ考えてですね、自分自身でやってみたい。いろんなことにチャレンジすること自体はすごくいいことだと思うんですけども、まあそれまでね、相当勉強されているんだったら別ですが、まあ若いからといって勝てるものでもないですし、やっぱりしっかりと年単位で勉強してからやってほしいなというふうには思いますね。まあ数十万は簡単にすっ飛びますので、はい、18歳、19歳、20歳のぐらいの方、にとってはですね、まあすごい大金だと思いますから、もしそれを借金でとか、まあそういうようなことになってくると、まあそれ取り戻すのも大変になりますし、まあそもそも投資って取り戻すっていうような感覚はないので、そこは気をつけてほしいなというふうに思いますね。そうですね。我々もね、過去の動画で投資では早くにお金持ちになれないっていうようなね、動画も出しました。ギャンブルと、まあ、似た形にはなりますけど、トレードというものがありますね。で、トレードも、まあ、この方法をやっていれば増えるっていうことが、確信的に分かっている状態だったら、それは投機になるんですよ。だけど、当たるか分からない。勝てるか分からない。これ買ったらそういうふうになるだろうって思い込んでる。まあ、そういったレベルでは、もう全然歯が立ちませんので、まあやめておいた方がいい。はい。なので、この18歳、せっかくね、そこに意識が向いているのであれば、しっかりとした王道の投資方法を学んでほしいなというふうに思いますね。はい。私たちが言っているのは全世界投資っていう方法ですけども、ファンドからね、入っていくとか、株式から入っていくとか、まあいろいろやり方はあるとは思いますので、まあそこら辺はね、僕らのチャンネルをしっかり見た上で、また他のチャンネルも見た上で、まあこっちの方をやってみようというところで選択されたらよろしいかなというふうに思いますけども、あんまり攻めすぎると、特に我々が言っている投資っていうのは投資の王道になりますけど、他の方が投資って言ってるのが、実はそれが投機、トレードになってる可能性っていうのは結構ありますんで、まあそれだとほとんど歯が立たないという状態にはなるとは思いますから、まあその部分をね、気をつけていただきたいなっていうことと、あとまあ最近ね、まあ東京都の方で蔓延してた投資教育用 USB メモリー、まあこれを販売してですね、業務停止命令をね、受けた事件とかもありました。特に大学生とか、まあそういうようなところで、まあ全然ね、わからない方に高額の商品を売って、荒稼ぎしてたみたいですけどもね、本当にもう悪どいものですよ。悪どいですね。はい。はい、
で、まあそういったものに騙されないように、簡単に儲かる方法もないし、皆さんがすぐできて、まあお金が稼げるようになるなんていうものはありません。うん、それだったらもう世の中全員が億万長者になってます。うん、なので、まあそういったものもね、引っかからないように気をつけていただきたいなというふうに思いますね。はい、まあ YouTube の広告とかもあるみたいなので、まあ僕らのやつにも広告出てしまいますので、うん、まあそういうようなところに引っかからないようにと、うん、はい、お願いしたいなというふうに思います。はい。で、まずですね、まあ、投資を始めてみたいと思った時の 5W2H というものがあります。これ過去の動画で2年前ぐらいかな、お話をしたんですけども、まず、Why ですね。なぜ投資をするのか。で、Who、誰が投資をするのか。で、How、どのように投資をするのか。で、Where、どこで投資をするのか。で、What、何で投資をするのか。で、When、いつ投資をするのか。で、how much? いくら投資をするのか。これらについて、まあ、一度考えてほしいってことですね。はい。で、特にこの why? なぜ投資をするのか。ここは、まあ、お金を増やしたいっていうようなことがあるとは思うんですけども、お金の代償は目標にはなりません。うん、なぜ投資をするのかっていう理由にはならないです。はい。なので、例えば、将来の何々に使うお金とか、いや、もう使うお金がないから、これを銀行に預けておくより、マシな程度で、まあ、回ってくれればいいなと。また、結婚するときに使いたいなとか、うんうん、海外留学のために使いたいなとか、まあ、海外旅行をいっぱいしたいから、それで貯めたいなとか、まあ、そういったものですね。はい。今はいけないかもしれないけども、まあ、そういったお金のために、まあ、投資を始めたいというようなことですね。基本的に投資っていうのは長い期間やればやるほど有利になります。うん、なので、一番長い期間のもので、されるのがいいのかなというふうに思います。目的としてはですね。これは動画の中でもお話をしているので、ぜひ、まあ、概要欄にも貼っておきますから、見ていただきたいんですけども、その中で一番長いものといえば、まあ、老後資金とかになりますね。18歳の方がね、まあ、老後資金について何かどうこう考えるっていうことはないかもしれないっていうふうに思うんですけども、まあ、最近の方は結構ね、まあ、10代から20代から、まあ、老後のことについてすごい不安視しているということがあるみたいですので、これだけやっとけば今楽しんでいいんだっていうことを作ってしまうということですね、うんうん、僕はそれをすごくお勧めします、うん、はい。まあ、未来は当然わからないことだらけですけど、まあ、だからかといって、まあ、言ったら手放しにしとくわけにもいかないし、で、まあ、いろんな人に、まあ、なんか文句も言いたいけども人のせいにすることもできないし、うん、最終的に自分自身の人生ですから、で、誰かが助けてくれるなんてこともないです。はい。まあ、国が助けてくれる、企業が助けてくれる、社会が助けてくれる、あるかもしれないですけど、それが、まあ、言ったら崩れてきてるんよね。はい。で、アメリカが助けてくれる、中国が助けてくれる。うん、まあ、そんなこともないということですよ、うん。自分自身のことは自分自身で守らなきゃいけないし、自分自身のことは自分自身で考えなきゃいけない。はい。まあ、そういう時代になってきたっていうことですから、そういう基礎知識も踏まえた上でですね、しっかりと地に足をつけてですね、臨んでいただきたいなというふうには思います。はい。その、なぜ投資をするのかわからなければ、老後資金という非常に長い期間で、まあ、投資をされたらよろしいのかなと。20代ですからね、40年後とか、そうですね、下手すれば50年後になりますので、50年あったらもうすごいことになりますよ。もう全く焦る必要ないので。はい。で、まあ、若さは資産だという話をした、ものもありますね。うん、はい。まあ、20代、50代の8倍の力ありますから、海洋圏8倍ですよ。ものすごい強いんで、はい。そこら辺ね、見た上で、王道中の王道から始められたらよろしいのかなと思います、うん、はい。まあ、2000円からも始められるし、まあ、その金額をねドンと行く必要はないので、うん、ゆっくりゆっくり数年かけて積み立て金額も増やしていけば十分かなというふうに思います、うん、で、じゃあ具体的にですね、まあ、フェアの部分になるんですけど、どこで投資をするのかというところになるんですが、まあ、基本的に銀行ではなく証券会社を選ばれることが多いかなというふうに思います、うん、で、まあ、10代の方ですので、まあ、基本的にはねスマホとかねもうネイティブだと思いますので、そうですね、はい、インターネット証券十分使いこなせると思いますので、うん、まあ、インターネット証券がよろしいのかなというふうに思います、うん、で、我々が推奨しているのは SBI 証券というところをお勧めしています。ただまあ若い方でね、楽天に親和性あるのかな、どうなんだろう、ね、まあ、楽天モバイルとかそういうのですかね、あるか
逆にあるのかもしれないですね、うん、そうですね、うん、まあ、楽天経済圏、まあ、解約されていて親しいですけども、うん、あの、まあ、僕らとしては SBI 証券の方が、まあ、おそらくずっと使っていける証券会社じゃないかなというふうには思いますけども、楽天証券でも似たようなことはできますので、うん、そこでですね、証券口座の開設になるということになります、はい、各社証券会社でですね、18歳になったら、まあ、4月になったらですね、口座開設できますと、またそれのねご案内も多分各ホームページに出されていますので、うん、まあ、そちらの方を見ていただければお分かりいただけるかなというふうに思いますけども、まあ、ここでちょっと問題になるのがNISA口座になります、はい、でNISA口座は民法の改正のその日付とちょっとずれるんですよね、うん、はい、冒頭でもお話ししましたけども、成人になるというのが、まあ、2022年の4月1日からですよね、うん、ですね、はい、でここでちょっと問題になるのが、まあ、NISA 口座なんですよね、うん、はい、で NISA 口座って非課税制度ですよね、はいはい、税金に関係するものなんですよ。で個人の税制っていうのは1月1日から12月31日の、まあ、歴年課税って言いまして、まあ、その日にちに、決まってるんですね、うんうん、で今回成人になったタイミングが新年度、まあ、いわゆる4月1日ですよね、ですね、はい、うん、なのでずれてるんですよね、はい、なので、NISA 制度もこれに合わせられないので、うん、ちょっとずらされてるんですよ、うん、はい、つまり2022年の1月1日時点で20歳の人であれば、うん、今は成人のNISA口座が作れます、うんうんうん、はい、なるほど、なんですけども18歳の方は、うん、まだその時には20歳ではなかったはずなので、まあ、成人ではなかった、はい、なので今年4月1日に18歳の人は成人なんですけども、今NISA口座を作ろうとするとジュニアNISAになります。あ、なるほど、この民法の制度とぴったり一致する日付っていうのが2023年の1月1日です。2023年の1月1日時点で18歳以上の方は成人口座が作れます。あ、成人ですからね、18歳。はい、そうですね、18歳以上ですから。はい。はい、で当然ですけども2023年の1月1日時点で18歳未満の方はジュニアNISAという形になります。うんうんうん、そうですね。はい。はい、だから2022年1月1日現在で20歳未満の方で、4月1日以降ですね、18歳、19歳の方は、成人なんだけども、NISA 口座を作ろうとすると、ジュニア NISA になっちゃうってことなんですね。なるほど、なるほど、うん。はい。ややこしいですね。そうですね。うんうん、なので、18歳から始めようって言って、勢いよくね、始めようと思っても、まあ、NISA 口座がジュニア NISA なんで、うん、投資できるものは限られちゃうし、そうですね、ちょっとね、うん、ってなるかなというふうには思います。うん、まあ、ただ、ジュニア NISA の中で購入できるものに関しては投資はできるし、80万という制約がね、少し変わりますけども、まあ、そちらで運用はできます。うんうん、で、さらに、2023年の1月1日の時点でですね、ジュニアNISAから一般NISAに切り替わりますので、あ、そうか、はい、なので、まあ、あの4月1日だからといってですね、ジュニアNISAを開かないで、まあ、ずっと指越えて待ってるっていうようなことはなくてもいいです、うんうん、じゃあ、はい、ジュニアNISAで始めてしまってもまあよかろうかなと、まあ、そうですね、はい、それでも問題はないかなというふうには思います、うんうん、はい、で、まあ、あのもちろんですね、あの、まあ、ちょっと4月1日から、まあ、12月31日までしっかりと勉強した上で、うんうん、じゃあ来年2023年の1月1日からNISA口座を解説してそこから始めようっていうのももちろんありだとは思います、うん、はい、長丁場ですんでね、はい、まあ、できるだけ早くに始めてほしいっていうふうに僕らは言っているんですけども、うん、焦る必要はないので、そうですね、はいはい、しっかりと地に足をつけて臨んでいただければ問題ないかなというふうには思います。はい、でまあこれはね、まあ、各社いろいろね説明していていただいているので、まあ、そちらの方で見ていただければいいと思うんですが、もしですね、まあ、この動画をですね、うん、親御さんが見ておられてですね、もうすでにジュニアNISAを始めておられるという方もいらっしゃると思います、うん、でジュニアNISA自体はですね自動的に一般NISAに変わるんですけども、そのジュニアNISAから一般NISAに変わった時ですね、楽天証券の場合は ID パスワードが変わらないそうです。おお、はい、で、SBI 証券に関しては、一回、あの、ジュニアNISAの ID パスワードが無効になります。で、会員書き留めで、住所に届くという形になりますね、その方の。はい。はい、うんうん、なので、お子さんがもしそれを受け取るという場合には、うん、まあ、ちょっと SBI と楽天証券ではやり方が異なるという形になりますかね。う
はい。で、まあ、それと、今もうすでにね、ジュニアニーサを開かれていて、4月1日時点で18歳、19歳の方に関しては、まだジュニアニーサの中にありますので、うん、だけども成人にはなっていますから、うん、自分自身で投資指示を出せるわけですね。はい。購入も売却もできます。はい。で、これは法令上問題はないですので、うん、まあ、ただ、口座がジュニアニーサだけになっています。はい。なので、まあ、そのジュニアニーサの中で売買するということで、お子さんに引き継ぎたいと。まあ、成人になったからお前がちゃんとやれというような、うん、まあ、お父さんもいらっしゃるかもしれないね。まあ、あなたがしっかり管理しなさいというようなお母さんもいらっしゃると思いますので、まあ、そういった場合には、まあ、各証券会社でですね、パスワードの渡し方とかっていうのがあると思います。まあ、ジュニアニーサのままであれば、まあ、親御さんが管理されているものをお子さんにお渡しする、まあ、いわゆる教えるという形になると思いますので、まあ、そちらの方はですね、それぞれ、証券会社の方の説明が書かれていますので、まあ、こちらの方を見ていただく方が早いかなというふうに思いますから、うん、そうですね、はい、そちらの方を見ていただきたいなというふうに思います。はい。まあ、最後にですね、投資を始めるきっかけ、まあ、これは投資から始めても家計から始めてもよろしいんですけども、まあ、18歳になってですね、まあ、大学生になって、これがまあ一人暮らしのきっかけになるか、それとも自宅から通われるかっていうような違いはあるとは思いますけども、徐々にですね、まあ、家計のことについても学んでいってほしいなというふうにも思います。特にですね、まあ、ローンを組んだりクレジットカードを作るということもできるようになりますので、まあ、金銭教育としてはね、皆さんね、それぞれ頭を悩ませてるんじゃないかなというふうには思うんですけども、まずは収入と支出のバランスですね、そちらをしっかりと取れるようにしましょうと。で、これはもう収入っていうのは、まあ、稼いでなくたとしてもですね、親御さんからの、まあ、仕送りであったり、アルバイトからの収入であったり、そういったものを全部含んだもので、一回ね、親御さんと一緒にね、作ってもらうのもいいかなというふうに思います、うん。我々はね、QGS というもので公開をしています。クォータグリッドシステムというふうに呼んでいますけども、まあ、家計は4分割で考えるとうまくいきますよと。で、まあ、それは未来のことなのか、現在のことなのか、それとも土台となるものなのか、それとも発展するものなのか、そういった違いがあって、そのバランスを見ていくことで自分自身の家計はしっかりとになっていけますよというような考え方です。で、まあ、こちらの方はね、今現在は無料で見ることができます。で、まあ、そちらの方をね、見ていただいて、お子さんの、まあ、特にですね、まあ、貯蓄投資ですね、うん、そこの部分が 25% と設定していますけども、その 25% が、まあ、お子さんの18歳の時点でまた家計を自分自身で、まあ、作ろうとしている時に25% の貯蓄ができるっていう、その習慣がつけられば、もうそれだけでものすごくパワーになりますので、うん、まあ、そちらの方からされたらよろしいかなというふうに思いますね。はい。はい。まあ、いわゆる投資を始めてみて、まあ、それが2000円から始められますので、2000円から始めてみてですね、その家計の担い方、またまあ欲しいものいっぱいあるんですけども、その誘惑の中からもですね、収入の中の 25% を貯めて、しかもまあ将来のために 10%、 自分自身の近未来ですね、に使うものにとって 15% という、合計 25% がまあ貯蓄投資に回っていれば、家計はちゃんと健全になりますので、まあ、そちらの方を合わせてですね、ご指導いただければなというふうにも思いますし、まあ、これをご覧にいただいているね、まあ、18歳19歳の方であれば、まあ、家計っていうのね、しっかりやっていこうっていうね、思いはあると思うんですよ。ただどうやっていいか分かんないっていうふうに思うので、まあ、そこの部分ね、マネーアクションというところでね、僕ら公開してますので、まあ、そちらのかなり長い連続動画になっていますので、最初の家計編だけでもですね、まあ、見ていただけるとためになることはかなり多いんじゃないかなというふうには思います。で、脱走になりますけども、イデコですね。イデコに関してはこれは20歳以上になります。これはまあ年金の制度に紐づいていますので、国民年金の被保険者でないと加入することができません。うん、なので、まあ、18歳になって成人になりましたが、うん、まあ、国民年金の加入者としてはですね、まあ、20歳からこれ変わってないので、うん、18歳、19歳の方はなおまだイデコはできないということになります。はい。はい、うん、ここはね、ちょっと勘違いしやすい場所ですので、まあ、気をつけてください。はい、まあ、20歳になって国民年金保険料を払えば、加入することができます。うん、まあ、大学生のね、途中になりますけども、うん、はい、まあ、そういった形で見ていただければなと思います。はい、はい、まあ、以上ですかね。はい、はい、じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。